このチャンネルでは全国47都道府県6000杯以上のラーメンを食べ歩いた私が静岡県を中心に全国のラーメン店を紹介していきます。気になっていたけど入ったことがないお店や最新のラーメン店情報など気になるあなた、チャンネル登録してくれると励みになります。動画の最後にはコメントに対する返信がありますので最後までぜひご覧ください。今回私がいただいたのはラーメンと黒い焼き餃子になります。ラーメンのトッピングはね、チャーシュー、メンマ、ネギなどが載っています。スープは鶏ガラでしょうかね。すごいあっさりさっぱりとしています。細縮れ麺は結構柔らかめですね。長雲のメニューなんですけど、特に一品料理が多いですね。ラーメンやまかないラーメン、四川ラーメン、担々麺、エビラーメンなど10種類ほどあります。チャーハンも多数の種類があります。餃子もね、何種類かあるんですけど、やっぱり気になるのは黒餃子ですよね。ランチセットメニューも多数あって、例えばエビのチリソースはサラダ、ライス、小鉢、デザート、ライス付きで880円。しかもご飯は食べ放題と太っ腹のメニューですね。本当に種類が多いんで迷っちゃいます。スープが甘めなんでね、胡椒がよく合います。静岡市葵区敷地の長雲なんですけど、 JR 東海道線静岡駅から車で10分、全国的にも有名なサウナ敷地の近くにある中華料理店です。ドロコープタウンって団地があってね、人は多そうな場所ですね。以前お邪魔した中華そば二郎の並びにある老舗になります。中華そば二郎はね、広い通りに面した場所にあって、一番奥に長雲があります。この並びにね、昔豚骨ラーメンとマグロ丼で有名な菅井もありましたよね。駐車場は共同になっています。斜めに止められるようになって、ちょっと狭めなんですけどね。でも空き店舗もあるんで満車になることはないと思われます。店主さんは静岡グランドホテル中島屋の四川飯店で14年間修業して、気軽に本格中華を味わえる店を目指してこのお店を開店させたそうです。店内はね、カウンター席、テーブル席、小上がり席があります。なんとなくなんですけどね、なんか家庭的な雰囲気がするんですよね。すごいいい感じです。厨房はね、すごくしっかり作られていて、店主さんと思われる方が中華鍋を振るっていました。漫画本もね、たくさんありましたね。中華料理の経験が長いだけあってね、店主さんの料理を作る腕前はかなりのものだと思います。見ていて無駄な動きはないんですよね。長屋の一番奥にあってそんなに目立たなかったんですけど、昼時は男性客が多かったです。そして黒い焼き餃子、まずはね、何もつけずに次は酢胡椒でいただきます。孤独のグルメを見てからね、ハマっている食べ方です。九州の製麺所に特注したという皮は黒光りしていますね。松なんとか茂さんもびっくりの黒さなんだそうです。皮はね、ちょっと薄めで、変なところを掴むと中身が出ちゃいますね。中身はね、肉や野菜などの通常の餃子のあんとか、あと他にはチーズとかエビなんかが入ってます。エビはね、プリプリしていて美味しいですね。チーズのコクも美味しさをアップさせています。ここの長屋ね、居酒屋やらラーメン店やらお好み焼き店やら、なんか入れ替わりが激しい中でこれだけ続いてるっていうのは、何かしらやっぱり理由があるんでしょうね。ランチタイムのセットメニューは結構お得ですからね。チャーハンの評判がいいようなんで、またお邪魔します。チャーハンはね、美味しいお店って基本他の何を食べても美味しいなと個人的には思っています。前にもね、なんか一回ちょっと振り向いたことあるかもしれないんですけどね、ちなみにこの T シャツって背中ってこうなってます。わかりましたかね。
ってきました。超運飲食店などが並ぶね、長屋の一番奥にあるんですよね。ちょっと分かりにくいかもしれません。中華そば二郎が同じ並びにあるんですけど、中華そば二郎が広い道路側にあって、そこを奥に進んでいくとお店があります。店主さんはね、有名ホテルの四川飯店で長年修行をされてからこちらのお店をオープンさせています。ラーメンとね、餃子をいただきました。黒い餃子っていうのは本当に初めて見ましたね。びっくりしました。なんか黒光りしてましたねエビがね、プリプリして美味しかったな。これならエビチリも期待できそうですよね。コメントに対して答えてみるのコーナー。静岡市のミスター太郎にいただいたコメント、お眼鏡深夜さん、ありがとうございます。焼肉ラーメン、これだけ肉が乗って550円は安いです。メニューも多くて良さそうです。でもなぜか外観がスナックみたいに見えてしまいます、とのこと。ここのお店周辺はね、大学とか大学学生寮があったりしてね、学生さんがよく来るんですよね。お店の方もね、学生さんウェルカムみたいな感じでやっているんで、値段が安いんだと思います。外観がね、ちょっと怪しい感じなんですけど、中に入るとかなり広いんですよね。奥行きがあってね、奥の座敷席にも数十人座れます。漫画本もね、大量にあったりして、雰囲気も面白いお店です。今度はね、私もビール飲みながらいろんなもの食べてみたいですね。ここでぜひまた行ってみたいと思います。今後もコメントをお待ちしています。コメントがないという方はね、高評価ボタンを押していただけると励みになります。よろしくお願いします。